します。文京区の方では出産前のお母様方を対象にということなんですけども、各保健所で私講演しておりまして、出産後のお子さんたち対象にもお話しさせていただきます。一部そうですね、出産後の方がいいかなみたいなお話もあるんですけれども、それは今後のために知識として身につけていただければと思います。またアレルギー、このスライドは実はちょっと内容を変えたんですね。というのもすごく日進月歩が早くて、この2022年、その去年なんですけれども、かなりアナフィラキシーのガイドラインも変わりましたし、統計調査も変わってきましたので、昨年講演した時と内容が一部異なりますので、そのことをあらかじめお伝えさせていただきます。早速始めていきたいと思います。皆様よろしくお願いいたします。で、多くの参加の皆さんはおそらく今回ここにいらしたのはご自分またはご主人なり相手の方が、何かアレルギーの疾患を持っていて、ちょっとそれで心配だっていらっしゃる方が多いと思うんですね。で、実際にアレルギーが遺伝しますかっていうと、絶対そうじゃないですよとも言えないんですけれども、遺伝的な要素とあと環境的な要素がすごく入ってくる疾患なので、必ずしも起こるわけじゃないです。ただ本当にアレルギー、私もう3、40年見てますけど、やっぱりそれなりの時代とともに、また社会背景とともにいろいろ変わってきてることは事実ですので、そこら辺も合わせて今日お伝えしたいと思いますので、必ずしも遺伝するわけではないんですけれども、やっぱり環境的に防ぐこともできるものなので、それを今日学んでいただければ幸いです。で、じゃあどうしてアレルギーが起こるかってことなんですけれども、こちらの方にこのアレルゲンっていうね、抗原っていうものがあるんです。皆さん抗原とか抗体とか、コロナが流行り始めてから多分すごく耳にすると思うんですけども、例えばコロナウイルスだって抗原なんですね。で、アレルギーの原因にはこのダニとか食べ物とかペットの毛とかね、花粉とかいろんな原因があります。それらがそれぞれ抗原となります。で、この抗原に対して1対1で抗体が作られるんですね。で、抗体っていうのもね、多分コロナのことで抗体療法とかね、コロナの抗体化とかいろいろ耳にしてると思うんですけれども、その外的なものに対して人間は抗体を作るわけですね。で、その抗体を作りやすい人と、ちょっと作りにくい人とかいうのがいるわけなんですけれども、抗原がこう入ってきます。で、その時に抗体が作られてこの細胞ですね、多くは肥満細胞とかリンパ球っていうんですけど、なんか肥満細胞っていうとね、なんか聞こえが悪くて、なんか太ってる人に多くて痩せてる人には少ないかと思うんですけれども、実はもう体のどこの部分にもあります。で、日本名でいうと肥満細胞っていうんですけども、英語だとマストセルって言って、別に肥満とあまり関係がないんですね。ですからこれはどこにある細胞であって、それに多くこの抗体が作られています。本当はね、これ2個1つで作られているんですけど、ちょっと絵の方が分かりやすくなっています。で、例えばこの抗原がやってくると抗体とこうくっつくんですね。で、くっつくとどうなるかっていうと、この肥満細胞からいろんなものが出されていく。で、その化学伝達物質、ヒスタミンタンっていうのがあるんですけども、それがこういろんな症状を起こさせる。分かりやすく言うと、多分、すごいスギ花粉の方は最近ちょっと鼻とか、ムズムズしたりとか目が痒くなったりしてると思うんですけれども、この抗原に値するものがスギ花粉なんですね。で、スギ花粉の抗体を持っていらっしゃるので、スギ花粉が出てくるとこう一緒にくっついて、で、ここからいろんなもの、ヒスタミンとかいろいろ出てくるんですね。で、そうすると痒くなると抗ヒスタミン薬のお薬を飲むという形になっています。ですから、この抗ヒスタミン薬っていうのは、いわゆる、痒みとか、ね、鼻水をブロックする作用があるわけですね。で、一連のこういう作用のものを、
即時型の反応とか、言ったりしてるんで、1型のアレルギー反応って言います。で、ここの抗体を IgE 抗体っていうんですね。この IgE っていうのが大事になってきます。これを見つけたのは、日本の、科学者です。はい。で、いろんな病気がありますね。ここにアトピー性皮膚炎とか、ジンマシンとか、あとアレルギー性鼻炎、花粉症、あと喘息とか、アレルギー性結膜炎が、これみんな、このアレルギーの、Ig 抗体が関与している疾患になってきます。ですから大体お薬はこの抗ヒスタミン薬を使ってくることが多いんじゃないかなと思います。皆さんも、ドラッグストアなんかに行くとね、いろんな種類の抗ヒスタミン薬が並んでいますし、実際今の季節だと、テレビとかね、なんかにも CM なんかにも出てくるかと思います。じゃあ赤ちゃんのね、アレルギーはどんな風に起こるのかなっていうのをちょっと見ていきたいと思います。で、小児科の疾患っていうのはね、絶対に成長を考えないといけないんですね。大人は成長しませんのである程度変わらないんですけども、子どもっていうのは絶対成長していくものなので、成長とともにね、こう起こりやすいものとね、治っちゃうものっていうのがあるんですね。で、赤ちゃんっていうのは生まれた時からね、例えば喘息になるとか、生まれた時からアトピーですよなんて人いないんです。なぜならば、感作されるための時間が必要ですよね。抗体っていうのはできるまでに時間かかりますので、生まれてすぐからなんてことはありえないわけですね。で、大体ちょっと抗体が出始めたりするのは、この、離乳食始まるかなぐらいの6ヶ月ぐらいになります。で、その時になってくると、ちょっとこうブツブツ、なかなか治りにくい湿疹、アトピー性皮膚炎のようなものが見えたりとかね、食物アレルギーが出てきたりとか、なんかそんな感じで離乳食始まると出てきたりします。で、喘息さんもね、3歳まで8割が発症するって言われてます。だけど生まれてすぐから喘息の子なんていませんので、だいたい1歳から3歳までが8割です。ただこの喘息さんもね、アトピー性皮膚炎も食べ物アレルギーも、だいたい小学校上がるぐらいまでに治っちゃう、ね、アウトグローしちゃう、ね、結構良くなる子がほとんどです。で、最終的にずっと残るのがこのアレルギー性鼻炎、お母さんたちも持ってらっしゃるかもしれません。あと目が痒くなる、アレルギー性結膜炎なんかは残ってしまいますね。喘息なんかも、本当に成人に移行するのは 10% ぐらい、 20% ぐらいかな、本当に少ない、今治療法いいので多分 10% 未満だと思います。一応そんなように、アレルギーの疾患というのは年齢で随分変わりますよということで、小さい時に何かアレルギーがあるねって言われても落ち込まないで、必ず治っていくものも多いですよということをお伝えしてきます。で、今回のテーマにこう多いの、お話しさせていただくのは、新生児乳児の消化管アレルギーってね、ちょっとこれ特殊なものです。後でちょっと説明加えますけれども、これはね、さっき言った Ig 抗体は関与しません。で、関与するのが、なんか食べて赤くなっちゃうよとかね、アナフィラキシーが起こるよっていう、そのさっき言った Ig の関与するアレルギーですね。それがこういうものになります。アトピーとか食物アレルギーです。で、ちっちゃい時はもう本当に食物アレルギーとアトピー性皮膚炎ってこんなクロスしてるんですけども、だんだん大きくなるとね、結構食物アレルギーは食物アレルギー、アトピー性皮膚炎はアトピー性皮膚炎っていう感じで分かれてくることが多いです。なぜなら、こういうところの重なってない方たちっていうのはね、吸入性抗原ですね、例えばダニとかハウスダストとかね、そういうもののアレルギーが多くなってきます。じゃあ診断はどうしましょうってことになるんですけれども、いろんな診断方法があるんですけれども、一番大事なのはね、お話を聞くっていうことが大事なんですね。お母さんたちね、非常によく観察してらっしゃいます。で、今なんかだと本当にお食事あげる時も少しずつあげてって、本当にいろいろお子さんのことを観察してますので、何分後とかね、何時間後に赤くなったとか、非常に細かく目も取ってらっしゃいますので、そういうお話を聞くと因果関係が分かってくるので、非常に役に立ちます。で、あとは、母乳のお子さんなんかだと、お母さんがすごくたくさん食べて、今、
TKG だ、卵かけご飯すごい流行みたいなんですけど、生卵って結構食べられる方が多くなってんですね。で、生卵は確かに美味しいんですけれども、あれは加熱卵のいわゆるゆで卵の1000倍の抗原性があるんです。ですから生卵のかけご飯を食べてお母さんが母乳をあげたとする。で、そうすると食べて次の母乳か次の母乳ぐらいには、まあ、1000分の1ぐらいですからちょっと成分が出てくるわけですね。で、それでちょっと赤くなっちゃうってことも、なきにしもあらずなんで、分かりにくい時は母乳を飲んでる赤ちゃんなんかはお母さんの食べたお食事なんかも聞いていきます。で、検査法としてはいろいろあるんですね。血液の検査と皮膚の検査っていうのがあります。で、血液の検査っていうのはね、聞いたことがあると思うんですけども、これはどんな医療機関でもやってます。血液さえ取れればだいたい200種類ぐらいのものは調べられるんですね。パッケージみたいになってんだと1回に30種類か40種類調べられるのもあります。ただパッケージだともう本当に絶対に起こり得ないような、こう吸入性抗原から何から何まで全部調べることになっちゃうんで、もしセレクトして選べたい場合は、まあ、チョイスして選ぶ方法だと12種類ぐらいは検査できます。ただこの検査法っていうのは一長一短がありまして、まあ、多分お小さい子、6ヶ月未満の小さい子だとあんまり陽性率が高くない、つまり陽性であっても出にくいっていうのが一つに難点があります。で、またあと痛い思いをしなきゃいけないし、検査の結果も1週間ぐらいはかかります。で、もう一つのこの皮膚試験なんですけど、これね、残念ながらね、昔はよくやってたんですけれども、今文京区内でもやってる先生がそんなには多くないんですね。で、小さいお子さんでも比較的分かりやすいのと、あと15分で判定できるのですぐ分かるっていう利点があるんですね。で、赤ちゃんのこう前腕をね、ここの部分を使ってやりますので、1回に前腕でできたとしても4種類ぐらいで、両手で8種類ぐらいになりますので、そこまでたくさんのものが調べられないということと、数値で出てこないので比較対象がしにくいっていうのがデメリットです。で、やっぱり食物アレルギーに、まあ、一番大事な確定診断っていうのはこの経口食物負荷試験ということになるんですけども、実際問題確定診断のために、まあ、本当に怪しければ重要なものであればやるべきだと思うんですけども、なかなかこれはやってる期間が少ないので、またリスクも伴いますよね。非常に重篤な症状が起こることもあるので、まあ、そういうことも考え踏まえて、これはもう担当の先生、主治医の先生とよく相談してから決めてください。あと比較的安全性が高い方法としては除去試験というのがあります。で、これはどういうものかというと、例えばすごく湿疹が皮膚の湿疹がひどくて、で、まあ、もしかしたら食物アレルギーかなっていう場合に、例えば、卵の量をちょっと除去してみるとかね、それで皮膚が良くなったとした場合に、まあ、卵が原因だったかなっていうことになるんですけども、これもすぐ、結果出ないですよね。やっぱり除去期間が大体 2,3 週間必要になってきますし、あんまりいろんな食品除去しちゃうと栄養失調になっちゃいますので、まあ、これもちょっと特殊な方法かなと思います。まあ、一応そんなのを組み合わせて診断確定していくというのが実情です。で、今さっき皮膚の試験ということでね、どんなことやるのかなっていうのが分かんなかったと思うので、これプリックテストっていうテストです。で、皮膚の試験というと皆さんパッチテストを思い浮かべると思うんですけども、パッチテストは貼る検査でして、あれはですね、即時型反応じゃなくて遅延型になるので、それやっても無駄なんですね。で、このプリックテストっていうのはね、これいくらなんですけれども、いろんな種類出られるんです。こういうね、ちゃんとこう抗原液があるものは抗原液を一滴垂らして、その上からこのバイファケードニードルって言ってね、先が二股に分かれてます。で、すごい針刺すなんてなんか怖いと思うんですけれども、実は刺すわけじゃなくて押すんですね。だからこの検査やって赤ちゃんがギャーギャー泣きまくるなんてことはまずないんです。あんまり痛くないので、
あとそれから赤ちゃんっていうのは針の怖さっていうのは知らないので、見せても何にも反応を起こさないんですね。ですから意外と泣かないで、結構安全的にできるっていうところの利点があります。で、抗原液はそんなにたくさんはないです。ですからないものに関しては直接こうね、いくらに針刺していくらそのものにこうつけてしまうとか、そんな方法をやったりもしています。ですから、検査項目にない抗原なんかも調べることができます。最近なんかよくマカデミアナッツのアレルギーなんかがあるんですけども、マカデミアナッツっていうのは抗原がないんですね。ですからマカデミアナッツの粉を溶いて、その液でこういう検査をしたりはしますね。で、判定はこんな感じで出てきます。陽性の基準と陰性の基準を置いといて、でこれが対象のもので、どのぐらい赤くなるかということで比較していくということになりますね。非常に簡単な検査なんですけれども、いろいろ用意するものが面倒くさいというかね、なかなか費用もかかりますので、そこまで大きな期間ではやったなっての、いろんなところでやってるわけじゃないと思います。ただ分かりやすいのと、いろんなものが調べられるということと、小さい子もあんまりこう泣かないかなっていうのがメリットであります。で、次に食物アレルギーの定義、ちょっと難しいお話になっちゃったんですけども、実は2005年までのガイドライン、食物アレルギーのガイドラインっていうのはね、この原因となる食物を摂取後して食べた後に、免疫学的な機序を介してこう生体に不利益な症状が引き起こされる現象ってされていましたが、これがね、2012年から、今も同じなんですよ。ガイドラインの定義は食物によってって変わったんです。なぜかっていうとね、食べるばっかりじゃなくて、接触とかなんかでも吸い込んだりしても起こるんですよということで、よってになったんですね。で、あと生体に不利益な反応っていうのは何かっていうことなんですけれども、生体に不利益な反応がある特定の人に起こるわけですけれども、不利益な反応って例えば毒物入れられたら、これ全員に起こりますよね。で、そういうのは違いますよって。で、非毒性のある特定の人に、ね、起こる反応で、IgE に関与する免疫学的異常に関係する現象を食物アレルギーと言います。で、似たもので食物不耐症というのがあるんですね。皆さん乳糖不耐症というのを聞いたことがあるかなと思うんですけども、乳糖不耐症というのは日本人だと結構 3,4 割いらっしゃるっていうんですけども、例えば牛乳とか、ね、乳製品飲むとお腹がぐるぐる鳴ったりとか、ちょっとひどいと下痢しちゃったりするんですね。やっぱり日本人あんまり、祖先的に牛乳に親しんでなかったからだと思うんですけども、でもこれは免疫的反応じゃなくて、乳糖分解酵素が日本人少ないから、またあんまり持ってないからっていうことで起こる反応だ、こういうのはちょっと食物アレルギーじゃないよっていうことになります。ですが、その免疫学的基準に関与してっていうのが、ちょっと食物アレルギーの定義だと思ってください。で、ちょっとね、ちょっと難しいお話ばっかりで申し訳ないんですけど、で、このガイドラインがですね、この臨床的分類がね、実はね、変わりました。これ2021年に発表された食物アレルギーガイドラインなんですけども、ちょっと分類が変わったんでね、ここ見てほしいんですが、 IgE 依存性の食物アレルギー、いわゆるさっき言ったこうね、カギ咲きの輪みたいな、いわゆる IgE って抗体が関与するアレルギーですね。で、一般的に多い、ちっちゃい子に多いのはこのアトピー性皮膚炎と合併するタイプの乳児型、あとよく成人にも起こる、ね、なんか食べてなっちゃった、アナフィラキシー起こしちゃいましたっていうのが即時型で、これが一番多いと思います。で、乳幼児期にもなるし、あと大人でもなりますね。エビとかなんかの果物でもなりますし、もういろんなものでなっちゃうわけですね。で、ショックなんかも起こりうるしということで、いろいろ大変なんですけれども、比較的卵とか牛乳、小麦、大豆などは治りやすいですよ。寛解というのは治りやすいですよ。だけどもナッツとか他のものは治りにくいですよって言われてます。で、特殊なタイプとして、食物依存性運動誘発アナフィラキシー、ね、これはここにも書いてあるように、だいたい学童期です。学童期って言ってもね、高学年が多いんですね。小学校の高学年からそれ以降に多いです。
でこれもちょっと珍しくて、食べ物だけでは起こらないし、運動だけでも起こらないんですけれども、食べ物を食べて運動すると起こりやすい。でこれ特殊ですから、小麦とか甲殻類なんかが多いと言われて、最近ちょっと果物の、ね、報告も多くなってます。でこれはね、もうアナフィラキシーに必ずなるので、まあ、もしこれと診断されたら、もうエピペンを持っていただくってことになってます。で最後に書いてあるこの口腔アレルギー症候群、これあの多分お母様方にもいらっしゃるかなと思うんですけれども、花粉症のある方で果物のアレルギーがちょっと起こりやすいんですね。で大豆って書いてありますけど、豆乳のアレルギーも起こりやすいです。でこれはね、アナフィラキシーになる危険性は少ないんですけれども、まあ、ちょっと治りにくいかなっていうのがあの、まあ、欠点でもあります。で今回はね、小さいお子さんを対象としてますので、この2つの疾患に関しまして、この、2つに関してはちょっとお話は、ここだけにします。で次にあのちょっと珍しいタイプ、この IgE の関与しない、非って書いてあるのはね、関与しないってことですね。食物アレルギーをちょっとあのかいつまんであのご紹介したいと思います。ここに新生児乳児食物タンパク誘発胃腸症って難しい名前書いてありますけども、それがこの黄色い部分です。でこの臨床系はあの英語で記することになってて、ちょっと難しい名前なんで、まあ、ちょっとざっくり書いておきましたけど、要するにほとんどの場合はね、新生児期にこう発症するんですね。でほとんどがこれ牛乳なんです、原因抗原は。ですから新生児期に牛乳を飲ませて嘔吐したり下痢したり、またはひどいと発熱したりとか体重減少もあります。でもそれはもう新生児期に入ってすぐ分かりますので、まあ、それはまあ、お母さん方が育てて育児をしていく段階では、あまりこれはあの牛乳に関与するものに遭遇することはあまりないかなと思います。で最近結構注目されているのはね、この固形物アキュートエフパイスって言いまして、結構急激に起こってくるんですね。で嘔吐が主体です。でね、嘔吐しちゃって、嘔吐しちゃいすればこうなんかケロッとしてるんですよね。だからなんかちょっとよくわからないんですけども、最近すごく増えてきました。で特にこの鶏卵の卵黄で多くなってます。でその原因については何とも言えないんですけども、まあ、ちょっと後ほど紹介するあの、まあ、鶏卵のまあ解除の方法なんかとも関係しているかなっていう噂もありますが、ここ近年数年の間で増えてきていることは確かです。ただ多くはね、あの治るんですね。あのだんだん食べられるようになるので、あの心配ないと思います。でこれも診断はね、もう血液検査やっても絶対出ないので、不可試験になってきます。で、これがあのちょっと新しく変えたところになります。新規発症の原因食物、これあの本当に去年の報告とはもうガラッと変えたんですけれども、あの今まではね、この1位卵、2位牛乳、3位小麦って、この3つ、これもうずっと3歳までそうだったんですよ。で新規発症0歳児そうなんですけども、1歳児、2歳児、3歳児、6歳児も変わってきました。何が変わってきたかというと、この木の実の台頭ですね。あの木の実とピーナッツって違いますからね。ピーナッツっていうのは畑でなるナッツ、あのいわゆるあの落花生のことです。木の実っていうのはクルミだとかアーモンドとかカシューナッツとかトリーナッツって言われるものですね。木の実がね、新規発症すごいところを占めるようになっちゃった。なんか 1,2 歳児でも3位になってくるんですね。で魚卵はね、これほとんどイクラですね。いくらなんかあのなんかいっぱい出てきて、あのびっくりするんですけれども、一応こんな感じで、変わってきましたよっていうこと。でさっきもお話ししたように、小麦とか牛乳とか大豆とか卵はね、治りやすいんですけれども、なかなかナッツ類なんかは治りにくいとされています。でじゃあどんなふうに対応していくか、まあ、これ学校とかなんかでは、まあ、あのあと社会的な対応としては原材料の表示義務が奨励化されてて、あとは生活管理指導表といってね、学校とか保育園なんか行く場合にはその情報提供というものが重要になってきました。
でエピペンも皆さんもご存知だと思いますけども、アナフィラキシーの時に用いる第一選択薬として救命救急士さんとかね、教職員なんかも打てるようになりましたので、まあ、そういうところも普及していると思います。であと表示義務、これ今現在の、平成25年の版なんですけども、なんだってこのクルミの、ね、アナフィラキシーがもう第1位を今取ってますので、おそらくこれは義務化されてこっちに入ってくると思います。そのぐらい多くなってきました。カシューナッツゴマは追加されたんですけども、カシューナッツも比較的重篤なものの一つです。ですのでこれはまた来年度ね、ちょっと変わってくるかもしれません。でこういうことはもう商品を義務付けられているんですけれども、残念ながらね、やらなくてもいいよって言われているところがあるんです。それはどこかっていうと外食産業と店頭販売品なんです。で外食産業で結構チェーンになっているところは結構出てるんですけど、例えばマクドナルドとかああい こう大手チェーンはね、こうネットでも調べても何入ってるかなって分かるんですけれども、一般的なこうレストランとかねなんかではそもそも表示義務はありません。あと量り売りみたいなとこね、そういうものはないです。でよく起こるのはね、やはりねどっか出かけた時になんかレストランで食べたりとかね、あとはサービス高速道路のサービスステーションなんかで、店頭販売品を買ってなんか入ってたとかね、まあ、そういう誤食例が非常に多いですね。あと表示義務も含有量がね記載されてないのでわからないっていう場合もあるので、たくさん入ってるのか少し入ってるのかっていうのがわからないっていうのが難点の一つになってます。でこれは皆さんが例えば保育園に行った場合、こんな食物、生活指導管理表っていうのがあるんですよ。でこれをね、書かないとね保育園でね、食品が提供されません。で、昨年の4月からですね、ここの部分、このね食物の部分だけであればですね、今まではね医療機関によってお金を取ってました。私どものところでも3000円に消費税取ってたんですけれども、昨年の4月から保険適用になりましたので、これは皆さんの負担にならなくなってきました。でこれは本当大事なことで、これ毎年毎年出さなきゃいけないんですよ。で保育園でも出さなきゃいけないし、小学校でも出さなきゃいけないし、中学、あと都立高校も必須なんです。そうすると、15年間ぐらいずっと書き続けることになりますから、まあ、それがタダになったということは本当に良かったことかなって思います。で、集団生活での注意、誤食の防止、これ大事になります。どんなに気をつけてもね、誤配膳って結構あるんですね。昨日も誤配膳で症状を起こした子がいたんですけれども、結構中学生ぐらいになってもわからないで食べちゃうってこともあります。あとはどんなに気をつけてても人間のやることなんで誤配膳はあるので、まあ、そこら辺が注意しなきゃいけないんですが、これはやってはいけないことなんで、今ね結構徹底してねこうトレー変えたりとかね、結構かわいそうなんですけど、お盆族なんてね言われてね、小学校なんかではねアレルギーの子っておかわりもできないので、ちょっとこんな感じで、色が変わったりして識別しています。あと、飛び散っちゃうものもあるんですね。例えば牛乳アレルギーなんかで飛び散っちゃって目に入ったりするとこう目が腫れちゃったりとかねしますので、まあ、そういうものにも注意しましょうとか、あと小麦アレルギーの子が粘土を小麦粘土使えませんとか、まあ、いろんなものがありますので、まあ、それはその子その子で対応するようにしています。でここでアナフィラキシーのねちょっとお話に入っていきたいと思います。アナフィラキシーって多分皆さんいろいろ言葉は聞いたことあると思うんですね。ただどんなのかなっていう定義に関してはちょっと、難しいと思うので、ちょっとこちらで簡単に言いますと、例えばジンマシン出ましたって、そのジンマシンだけだったらこの即時型の食べ物の食物、アレルギー症状ってこの大きなものになるんです。でその中で緊急性が高いもの、ね、であと2つ以上のこう、ね臓器で出たものなんかはアナフィラキシーと言ってます。ただ一つの臓器でも例えばショックになるもの、血圧下がっちゃいますよとかね、
あと神経的にいわゆる意識おかしいですよとかね、意識なくなっちゃいましたっていうのはもうショックとして分類されています。でこのショックを表す人も 10% ぐらいのアナフィラキシーの患者さんの中にはいます。でアナフィラキシーのこれまたちょっと難しいあれで申し訳ないんですけども、2012年に、給食の、チーズの入ったチヂミを食べてアナフィラキシーで、亡くなったことがあったんですね、2012年の12月に。でその調布での事件を踏まえてアナフィラキシーのガイドラインっていうのがしっかり整備されて出されたのがこのアナフィラキシーガイドライン2014なんです。でこれは WHO って言ってね、あの世界で のアレルギー疾患 の取り決めをやってるところで出されたものですね。で皮膚症状にこの呼吸器の症状または循環器の症状、呼吸器の症状っていうのはね、ただ咳が出るだけじゃなくて呼吸困難だとか、あといろいろこういうあの呼吸の苦しいとかね、そういうのが出てきちゃうね症状とか、あと血圧下がっちゃうようなんか、どっちかがあれば、アナフィラキシーと診断しますね。あとアレルギーに食べなりやすいものを食べた場合にこの4つの症状、皮膚とか呼吸器とか今言った循環器の症状に加えて消化器の、嘔吐だとかあのお腹の痛みとかねの来るようだったらこのうちの2つがあればいいですよ。で絶対にこうおかしいもの、いわゆるこの人にとってアレルゲンのあるものを食べてすぐこの循環器の症状が来ちゃうようだったらばアナフィラキシーとしてください。これが2014年からもうそうですね 7,8 年これで来てたんですけども、なんと去年変わりました。ちょっと分かりにくかったんでまとめたんですね。でなんでかっていうとこの皮膚の症状がほとんど頻発なので、皮膚の症状に今あるような、呼吸の症状とかね、あと循環器の症状とかその他お腹の症状なんかの少なくともどれか1個あればいいんじゃないかな、したらアナフィラキシーと診断しましょうとか、あと先ほどの3つ目のが取り入れられていますので、明らかにこうね、あのアレルギーを起こるアレルギーを食べて循環器の症状が出たら、まあ、アナフィラキシーとしましょうというふうで、さっきの3つの項目がちょっとまとめられた形に、なりましたので、まあ、それでちょっと判断しやすいかなって思います。じゃあどんな症状が出ますかということになってくるんですけど、そこに赤ちゃんの困った写真が出てきますが、大きくはねこのさっきも言ったように、ね、皮膚の症状がもうほとんどなんで、お母さんの分からないってことはまずないんですね。皮膚で出てくるので、あのじんましんとか発疹とかね、あとひどいと全身赤くなっちゃうとか顔が腫れたりしますから、まあ、見逃すってことはないと思います。でちょっと重篤なのがやっぱこっちに書いてある呼吸器の症状で、ゼーゼーしちゃうとかね、あと咳が出てくるとか、なんだか急に咳出てきたなとかね、あとは吐き気とか、あとは腹痛ですね。赤ちゃんの場合腹痛訴えられないので、なんかあのこう気持ち悪くて吐いちゃうことが多いですね。であとはもうこの循環器の症状だと顔色が悪くなっちゃったりとか、あと神経的な症状だとねぐったりしちゃいます、元気がなくなったり、まあ、こんな症状が出てくるので、まあ、ちょっと気をつけてくださいってことになるんですが、まあ、こう漠然と言ってもどうしたらいいかっていうのがわからないので、ちょっとこの次のこれをねちょっと見にくいんですけど、これをご参考にしていただければと思います。あの小さなあのビジーなスライドで申し訳ないんですけど、これね青信号が、青のところは軽症です。で黄色のところが、中等症、これが赤信号、重症です。要するに青のところだったらそこまで合わせられないでいいんですが、要するにこっちが皮膚の症状になってます。で皮膚の症状だけだったらね、あんまりすごく慌てなくてもいいです。ちょっとしたブツブツが出ますよとか、ちょっとしたかゆみが出ますよとか、あとちょっと大きくなってくると口がかゆいだとかね、ゆったりくしゃみが出たりとかしますけど、まあ、こんな症状が出たらちょっと小1時間ぐらい様子見て、改善なかったら病院に行ってください、はい、あとは先生によっては、まあ、何度か繰り返してる子はお薬をもらったりしてますので、ここら辺の皮膚の症状に効くお薬はたくさんありますので、そういうもので改善してきます。この真ん中の中等症は、これは病院に電話して行ってください。さっきの皮膚の症状が全身に広がってくるとか、
ね、あとはジンマシンが全身に出ちゃうとか真っ赤になっちゃう、あと顔が腫れる、ね、あとまぶたが腫れる、ね、こういう深い層でのジンマシンですねが出てくる場合はこれも病院に行きましょう、ね、あと吐いちゃったりとか下痢したりとか、まあ、いろいろありますけども、これはお電話をして病院に行ってください。でこっちです、ね、全身の症状としてぐったりしたよとかね、あと意識がおかしくなるとか、あと咳ですね、喘息みたいな変な咳がぜいぜい出てくるとか声がかすれるとかね、で結局なんでこれが重症咳が入ってくるかっていうと、喉にこう一本道なんですね、気道っていうのはね、要するにそこの喉頭のところが腫れてしまってくると、いわゆる窒息みたいになっちゃうんです。だこれをとにかく避けたいので、この呼吸器の症状は結構重症なサインだと思ってください。あとゲボゲボ吐きまくるとかね、お腹痛い痛いとか言うとかいう場合にはこれは救急車で行ってください。で、ですね、ここにエピペン打ちましょうって書いたんですけど、多分今日ねいらしている方はエピペンの適用ってね、原則は15キロ以上なんで、おそらく15キロになるのは3歳くらいだと思うので、まあ、ちょっとすぐには適用ならないので、しょうがないから丸1番を抜かして2番の救急車を呼んですぐに駆けつけてくださいってことになりますね。とにかく大事なことはですね、最初の症状が軽くてもどんどん進んでいくこともありますので、やっぱり2時間ぐらいはちょっと様子をちゃんと見ていくってことが大事かなと思います。次に離乳食の進め方ちょっとお話ししていきたいと思います。でこれは2019年にですね、離乳食のガイドラインがもう本当に何十年かぶりで変わったんです。で変わったところはどこかっていうと、この卵黄なんかの、ね、開始がね、今までは離乳中期だったのがね、離乳前初期になったんですね。で、まあおかゆから始めてってお野菜になるのは当たり前なんですけれども、このこうおかずのタンパク質の中に卵黄っていう言葉が入りました、ね、これが唯一前倒しになったところです。なんで変わったかっていうことをちょっとお話ししますと、卵のプチスタディって1枚先のプチスタディになりますね。これをね2017年だったかな、非常にこのセンセーショナルなね学会報告が出まして、でどういうことかっていうと、まあ、アトピー素因のある子たちに非常に皮膚をきれいにした状態で卵のゆで卵を、1時間放置するんですね。でなんで1時間放置するかっていうと、この卵黄の中に卵白成分がちょびちょびちょびって入ってくるんですよ。でその入ってきた卵の3分の1、ね、この3分の1以下に含まれるもの、だいたい 0.2 グラム相当を、ね、食べさせてた。生後6ヶ月から9ヶ月までちょっとずつあげたんですね。で今度9ヶ月以降は、今度はとりわけ卵黄って言ってね、生卵の状態で取り分けたものの卵黄を、食べていた、ね、でそうしたらば卵アレルギーになる人が非常に少なかったっていう、そういうものが出たんですね。ということから、これが理論として出てしまうと、これ早くしないと困ってしまうので、2017年の発表から2019年のいわゆるガイドラインの変更になりましたが、卵黄を早くから始めていきましょうっていうのがちょっと出てきたっていうことになります。で、まあ、真ん中 の、 そのアレルギーを防ぐ離乳食の導入なんですけども、今 の、 お母さん方は、必要以上に離乳食を遅らせている人はいないと思います。ちょっと少し前だと1歳ぐらいに始めましょうなんてとてもこう信じられないようなことを言われてた人がいたんですが、最近の方はだいたい5、6ヶ月ぐらいで定着していると思います。あとよく加熱するっていうのはもうこれは当たり前のことで、加熱したものの方がタンパクがちゃんと変性して抗原性低下しますので、電子レンジなんかで加熱する場合も真ん中の部分がこう甘くなりやすいので十分にこう加熱してください。であと火星アレルゲンっていうのはどんなものかっていう と、お母さんたちもアク取らないで食べると痒くなるものってあるじゃないですか。タケノカとかほうれん草とかね、でそういうものは食べ物そのものにアレルギーを起こすセレトニンとかヒスタミン含んでるんですね。なんかそういうものは火星アレルゲンって言って、こういうものはアクをちゃんと加熱して取れば食べても大丈夫です。
火星アレルゲンはアレルギーじゃないですから、こういう食べ物を食べるときには必ず加熱してよくアクは取ってください。ただトマトがねどうしても生になっちゃうと思うので、そういう場合はトマトで肌の弱い子なんか赤くなるので、食前食後に直接トマトの液がつかないようにワセリンなんかでガードしてあげるといいと思います。あとはもう、まあ、言えることは、初めてあげるものは休日とか夜間とかは避けてください。病院やってもやってるとこ少ないですからね。なるべくならかかりつけの先生がやってる時で、昼間の午前中にあげるといいと思います、ね、夕方とかあげると悪くなってくるのが夜になってしまいますので、まあ、なるべく午前中に初めてのものをあげてください。あと食品添加物に注意し、バランスのとれた栄養というのはまあ当たり前のことなので、まあ、そんなことがまあ、アレルギーを防ぐ導入になります。でこれは次、最後にスキンケアですね。それについてちょっとお伝えしたいと思います。でスキンケアがなんで大事かっていうと、まあ、これちょっと後でお話しするアレルギーの予防になるんですね。でただお母さん方はアトピー性皮膚炎というのはどんな症状かなというのは分からないと思うので、ちょっと見にくい絵で申し訳ないんですけど、アトピー性皮膚炎に、ね、特徴的な湿疹ってあんまりないんですよ。乾燥している湿疹なんですけれども、かき壊していくと結構赤むけになっちゃったりするんですね。で水疱瘡みたいにこう水疱が出るわけでも何でもないので、これがアトピー性で皮膚炎ですよというのがあまりないです。ただ出る場所はやっぱりこうちょっと分かりやすいので、ここに耳がちょっと赤くなっていますけど、耳の下なんかよく出ます。あとほっぺ、あとこの関節の裏側ですね、肘関節のこの裏側と膝関節の裏側、あとこのうなじも結構出ます、そんな感じで、まあ、出る場所に気をつけてっていただくといいかもしれないですね。あと手首とか足首なんかもね、意外とこうかけるようになって半年ぐらいになるとポリポリかきます。で脂漏性湿疹とかね、汗もとかもなんかと鑑別していく必要があるのですが、とってもかゆいのがやっぱり特徴です。じゃあちょっとここに分かりやすく書きましたけど、こんな感じで赤ちゃんの場合の出るとこと大人になってからね、大きくなってから出るとこでは若干違うんですけれども、こういうところはうんと赤ちゃんのとこには多いんですが、もう早期からこういうね、肘とか膝とかの裏側とか手首とかなんかにも、もう本当に1歳以下でも出ることありますので、まあ、こんなのも参考にしていただければと思います。で、ここが大事なところで、これ本当に2008年ぐらいに出されてずいぶん前なんですけど、ラックナのこの二重抗原暴露仮説っていうのが非常に大事 でなぜかっていうと、このアレルゲン、いわゆるさっき言った抗原ですね、これが皮膚から入っていくとアレルギーになりやすいんです。ただこれがちょっとずつ、食べ物から入ってくる場合は耐性、いわゆるこう免疫力を獲得しやすいんです。だからさっき言った卵の黄身をちょびっとずつ食べていきましょうとかね、そういうものも含めると、まあ、少しずつ食べていった方がいいのかなってことになるのと、あとスキンケアもちゃんとやってってくださいっていうのが一つだと思います。でどうしてスキンケアをやらなきゃいけないかね、こちらに書いてあるのが大事で、普通正常な皮膚っていうのは角質の細胞がしっかりしてますから、周りから抗原が入ってきても跳ね返す力があるんですね。でしっかりしてるからお肌の中の水分も外に出にくくなってます。ところがちょっと赤ちゃんの皮膚って柔らかいじゃないですか、乾燥とかなんかで傷みやすいんですね。そうすると隙間が空きます。でその隙間からどんどんアレルゲン入ってくるんです。でまたその隙間からこの水分も出ちゃうんです。ですから小さい時からここに保湿剤をいっぱい塗って、この壁を作ってください。だから水がこう出さないようにするのと、外からの侵入を防ぐ。
ですから今皆さんご出産前だと思いますけれども、まあ、本当に新生児もうね日齢退院されたらすぐもう保湿していただくと、もちろんアトピー性皮膚炎も防げますし食物アレルギーの発症率も防ぐってことはもう実証されてますのでぜひこれは小さいうちからやっていってあげることが発症予防の重要な点かなって思います。でまたさっき言ったようにこの仮説が出てくるんですけどこのいわゆるこう皮膚からのバリアからのこの侵入を防ぐために保湿していきましょうねっていうことが大事ですよっていうことになります。であとはお母さん方が小さい頃の治療法とあと現在の治療法がちょっと違いますよっていうことのお話をしていきたいと思います。今から20年ぐらい前でお母さんたちが小さい頃っていうのは多分お母様のお母様おばあちゃまに聞けば分かると思うんですけども、まあ、ステロイドって結構悪者だったんですね。で、どうしてかっていうと、まあ、ステロイドの副作用のことが結構重視されてましたので、まあ、塗って、まあ、3日ぐらい塗ると良くなるんですね。一見にして良くなるとやめてくださいということでステロイド治療してたんだけどやめちゃうんです。でやめちゃうとまた出ちゃうんですね症状がビヨーンってね。で症状が出ちゃうからまたやめちゃう。でこんなのを繰り返してるからちっとも治らない。あとはリバウンドが多いとか言われてね本当にステロイドフォビアみたいな感じで塗らない人も多くなって赤ちゃんなんかでもすごいひどい湿疹の子がたくさんいたんですけれども今はこのねプロアクティブ療法って言ってねステロイドを徐々にやめていくっていうのが主体になっています。でそれどういうことかっていうとこの治療の3本柱っていうところにちょっと書いてあるんですがこのだん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 ねこう皮膚のこの、電子顕微鏡とか見るようなことができるようになってこうステロイドってね一見するとこう症状なくなってよく見えるんですけれども実はよく見えた段階でもこの炎症細胞が残ってるんですね。ですから良くなってもちょっとずつちょっとずつ治していか塗っていかないとこの炎症細胞がきれいになりませんよっていうことなんです。だから少し長めに塗っていただくっていうのと徐々にやめていくっていうのが大事になっています。ですから、一見こう外観が良くなったとしても 1,2 週間続けていただいてその後1日2回塗ってるんだったら1回にするで、それから1日おきにする2日おきにするという形で塗っていくといいんじゃないかなと思います。あとはゴシゴシ洗うんじゃなくてねゴシゴシ洗うと皮膚が摩耗しますので丁寧に洗ってください、ね、あとはこのよだれとかね汗なんかの対策もやっていきましょうということになります。でステロイドの、ね、外用薬の強さこれはですね皆様ちょっとあんまり今ね赤ちゃんがいて治療されてるわけじゃないので全然これ参考にならないと思うんですけど一応大抵皆さんが皮膚小児科からもらうのってこの4群って言ってね一番マイルドなものでロコイドとかねキンダベイトが多いんです。でちょっと強い子でも3群なんで 1,2 群選ばれることはないですのであんまりこう心配なさらないでも大丈夫だと思います。あとスキンケアのポイントとしては結構ねケチケチ塗る人が多いんですね。なんか軟膏ってなんか塗っちゃいけないかと思ってなんか薄く塗るんですよ。そうするとこういう状態になっちゃって全然こうなんていうのかな本当に塗ってほしいこの炎症細胞のところにいかないんですね。だからたっぷりこう塗ってほしいかなって意外とこういただいた軟膏がまだ残ってますとかね言われちゃうと絶対これはなくなってるはずなのにがたくさん残ってたりする場合があるのでちゃんとこうたっぷり塗るようにしてください。だいたいチューブのこのねワンフィンガースティックがだいたい両手2倍分ぐらいになるっていうことが目安だと思います。であとはね保湿もそうなんですけども赤ちゃんってまあちっちゃい子だ本当に乳児だったら6ヶ月ぐらいだったら動くことないんですけどもちょっとこう走り回れるようになるとねお風呂から上がるとこう走り回ったりするんですね。で20分以内に塗るってことが大事です。なぜかっていうとね水分乾いちゃうんですね。どんどん蒸発してせっかくこの中の皮膚の中にいた水分が20分以上経つと乾いちゃってガサガサの乾燥の上に軟膏を塗ることになっちゃうので、まあ、なるべく早く塗ってあげましょうということですね。まあ、そこら辺もちょっとスキンケアには重要になってきます。
で体の洗い方ね、意外と多いのはこの脇の下がね、なかなかうまく洗えない。これ結構脇の下伸ばして洗うっていうのは難しいんですけれども、脇の下とかね、関節の部位って曲がるところはね、比較的洗いにくいですので、そこら辺も、気をつけて洗ってください。ね、口の周り、おの発音をするなんてのはこれは絶対できないと思うんですけども、まあそんな感じで大きくなったら教えてあげるといいと思います。はい、Q&A でよくあるご質問なんですけども、やっぱり軟膏をねそれほど塗れない原因の一つは舐めちゃうんじゃないかっていうことを心配なさるんですけども、大体ワセリンだとかプロペトとかそういうこうものに関してはもう全然はっきり言って唇にも塗る人がいるので大丈夫です。で他のものもね、例えばステロイド大丈夫ですかとか言われるんですけども、パンにバター塗るみたいなベタベタ塗ってる人はまずいないので、だいたい浸透してきますのでまず問題ございません。あと石鹸の選びたい方なんですけども、原則泡で洗ってほしいんですね。で最近はもう泡で出てくるものが結構あるので、泡で洗えばいいと思うし、ただ泡持ってなかった場合は、固形石鹸にしろ液体石鹸にしろ泡を作ってあげればいいことなんで、泡を作ってあげて泡でこうきれいに洗ってあげるといいと思います。あと毛が多い子なんかで、大きくなってきて半年以上になると、髪の毛はシャンプー剤で洗ってあげた方が、頭皮のケアにはなりますので、赤ちゃん用のシャンプーなんかも売ってますので、そういうので上がってあげてください。あと今日焼け止めや防虫スプレー関係ないと思いますが、つけるこう順番としては保湿剤を塗って日焼け止めを塗って最後が防虫スプレーになります。で防虫スプレーとか日焼け止めは結構薬剤結構入ってますので、結構かぶれる方もいらっしゃいますので、ちょっと保湿剤を塗ってからの方がいいと思います。あとは、1歳過ぎまではもうよだれが多いです。とにかく4ヶ月ぐらいから、でよだれ自身でかぶれちゃうこともありますので、よだれねゴシ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 拭くと荒れちゃいますから、ちょっと濡れたタオルで拭き取ってあげて、食べる前後にワセリンを塗るといいんじゃないかなと思います。どうもご清聴ありがとうございました。